おはようございます。モクさん、おはようございます。モクさん、おはようございます。ハレリア、今日も涼しいですね。まゆちゃん、ハレリア、今日も涼しいです。雨が、先ほどですね、大雨が降りましてね、少し涼しくなりました。はい、セミは鳴いてます。セミは鳴いていますが、いつも、今日も曇っていますね。今日も曇ってますが、こういう感じですね。セミが鳴いてます。最近はずっとここで申し訳ありませんね。ここはですね、電波が良くてですね、非常に放送しやすい。アイポスさん、太陽さん、M さん、納豆さん、アンジビさん、おはようございます。今日も大切な子たちが元気でありますように、アメン。サミヤさん、おはようございます。ポチさん、おはようございます。ここは緑が多くてですね、天のお父様は緑が好きだということで、何か納得する感じがあります。彦さん、おはようございます。夏といえば、緑という感じですよね。夏といえば緑、森林癒されます。そうですね、緑の中で時間を過ごす、自然の中で、時間を過ごすということですね。夜、町田揺れた。地震があったんですか？分かりませんでした。地震は気がつかなかったですね。ごまちゃん、おはようございます。シャンさん、おはようございます。ハレリア、アメン。昨日はですね、昨日は許すという、今主の祈りシリーズをやっております。主の祈りシリーズ。ヒットさん、ハレリア。で、昨日の夜はですね、許すということですね。許すということはとても大事なことです。そして、私たちは許すことによって許される。許さなければ許されない。人間関係を言います。私たちの人間関係、いろいろトラブルがあります。そのいろんな喧嘩、争いを見て多くの人は、がっかりします。どうして人間はそんなに争うんだろうか、どうして人間は仲違いするんだろうか。それは許さないからなんですね。イエス・キリストに会って許すことに、イエス・キリストに会って許すことによって、すべての人間関係は和解します。人間関係が良くなります。ですから、はい、許すということがとても大事だということです。多くの人は許さない、許さない、そこにですね、そのいろんな問題が出てきます。ですから、ぜひ皆さんのこれからの人生、素晴らしい人間関係を築くためには、許すということを身につけてほしいと思います。許すことによって皆さんは、すべての人と平和を保てます。皆さん、一人の人と、喧嘩すると、私たちはそれだけで気持ちが騒ぎます。私たちは、平和を作らなければなりません。平和とは何ですか？平和とは、すべての人とうまくいくことです。そんなことができるんですか？まず私たちの方が許すことが大事ですね。もし誰かを許さなければ、そこに平和は、なくなってしまうんです。ぜひ皆さん、この許すということを、実践し、そして皆さん自身が、
平和を体験してほしいと思います。ぼっちさん、怖い人や嫌な人と距離を置くのはダメなの？それはいいですよ、わざわざ、その危険を受けるということではありませんから、許すっていうことと距離を置くっていうことは決して矛盾はしません。そして今日の教えはその次の祈りです。次の祈り、葵さん、私も韓国を許します。先に許します。アメン。私も韓国を許します。それが大事ですね。教会で唱える祈りはですね、御心に合わせず悪より救いお救いください、御心に、試みに合わせず悪より救い出したまえ、試みに合わせず悪より救い出したまえ、これがですね、まあ、多くの教会で唱える主の祈りですが、英語の聖書、ギリシャ語はちょっとチェックしてないんですけど、英語の聖書だとちょっとニュアンスが違うんですね。英語の聖書だとですね、誘惑に合わせず悪魔から救ってください、誘惑に合わせず悪魔から救ってください、これがですねより正確ではないかと思うんです。試みに合わせずというのは誘惑に合わせずということなんですが、試みとなると試練という意味合いもあります。しかし誘惑に合わせずというのはちょっとニュアンスが違います。誘惑に合わせずというのは罪を犯す誘惑に合わせずということです。つまり私たちは、その悪魔によって誘惑され罪を犯しやすい世界に生きています。皆さん、この世は誘惑だらけですよね、この世は誘惑だらけ、男性も女性もいろんな意味で欲に誘惑されていろんな誘惑があります。誘惑とは何ですか？誘惑とは基本的には悪魔が私たちを誘惑して罪を犯させようとしていること、悪魔が私たちを誘惑しているということです。どんな誘惑ですか？罪を犯すという誘惑ですね。私たちは、イエス様を信じて罪を悔い改めました。ですから私たちはその、罪をですね、罪を犯さないようにするのが私たちのあれですよね、信仰です。私たちの信仰は罪を犯さないように、罪を犯さないようにする、それが私たちの信仰です。ですから誘惑に合わないように気をつけなければいけません。ですから、誘惑から、誘惑に合わないようにしてください、誘惑に合わないようにしてくださいということはとても大事な命令ということです。ぼっちさん、恋愛とかも悪魔がやるの？そうですね、恋愛も誘惑なんですね。恋愛は不貧困になっていく誘惑です。恋愛は危ないんですね。危ない。異性を愛してしまうのは当たり前ではないかというかもしれません、しかしそこにはですね罠があって、私たちは神の愛で愛さなければなりません、ね、神の愛で愛さなければなりませんが、恋愛っていうのは自己愛なんですね、自己愛で異性を愛してしまう、それは良くないんです、神の愛で異性を愛さなければなりません。キュウちゃんにとって誘惑とは何ですか？いろんな誘惑ありますよね。いろんな誘惑ね。あらゆる欲が誘惑になります。キトさん、おはようございます。そして、誘惑に合わないように祈るということと、次に悪魔より、救ってください。主の祈りの定型では。
悪より救ってくださいとあります。悪より救ってくださいと、悪魔から救ってくださいと、ちょっとニュアンスが違いますよね。悪より救ってくださいというのは確かに、悪いことを、悪い状況から救ってくださいとか、悪魔から救ってくださいというニュアンスもあります。でも、悪魔から救ってください、悪魔から救ってください、これはなぜ大事かというと、結局私たちの救いというのは悪魔に、騙され、悪魔に誘惑され、悪魔に束縛される、悪魔に縛られる、これがですね、人間の問題点だということです。多くの人は知らず知らず悪魔に縛られています。悪魔の虜なんです。で、大事なポイントはですね、多くの人は悪魔の虜だということを知らないんですね。皆さん誰かに聞いてください。あなたは悪魔の虜ですね。いいえ、私はそんなことはないですと、みんな多くの人は言うでしょう。多くの人は悪魔の虜だ、自分が悪魔の虜だということを知らないで虜になっている。そこに問題点があります。私たちは、知りました。私たちは、罪の中にいるということは悪魔の虜だ。悪魔の虜というのは罪の奴隷ということです。罪の奴隷というのは罪を犯させられてしまう、自分が犯したくなくても、自分が悪いことしたくなくても悪魔に、奴隷ですからね。奴隷ですから、強制的に悪いことをさせられる、暴力団に入った人がですね、親分によって無理やり悪いことをさせられるような感じです。多くの人は知らず知らず悪魔の奴隷、悪魔の虜、罪の奴隷なんですね。そのことに私たちは気づいたんです。私たちは、ですからイエス様によって救われて、イエス・キリストを信じるというのはそういうことです。イエス・キリストを信じるというのは悪魔から救われるということです。悪魔から救われる、悪魔の束縛から解放される、そしてイエス様の支配の中に入る、イエス様の支配の中に入る、それが救いです。シャンさん、私たちは悪魔の策略に打ち勝つイエス様の信仰が必要ですね。その通りです。多くの人が、お酒飲んだり、タバコ吸ったり、パチンコしたり、ギャンブルしたり、悪習慣をするというのはまさに悪魔の虜ということですね。お酒の虜、ギャンブルの虜、お金の虜、性欲の虜、全部それは悪魔の奴隷だということですね。私たちは、その悪の、絆を断ち切ってもらわなければいけません。イエス様が十字架にかかってくださったのは、その私たちが悪魔の鎖ですね、悪魔の鎖を断ち切るために、悪魔の鎖を断ち切るためにイエス様が十字架にかかって死んでくれました。イエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストを信じるならば、その鎖は断ち切られるんです。私たちの、その呪いの鎖、罪の鎖、悪魔の鎖が断ち切られるんです。皆さん、それを私たちは体験しました。イエス・キリストを信じるというのはそういうことです。悪魔から救われることなんですね。悪魔から救われる、悪魔から救われる、これが大事なことです。私たちは救われました。悪魔から救われたんです。罪から救われました。それはイエス・キリストを信じる信仰によって、十字架によって、十字架によって解放されたんです。それが私たちの喜びです。それが私たちの自由です。多くの人は、まだ悪魔の束縛の中にいて苦しんでいるんです。悪魔に牛耳られ、してはいけないことをして、したくない罪を犯し、
多くの人は苦しんでいます。シャンさん、悪魔の鎖はイエス様しか断ち切れない。ハレルヤ。その通りです。私たちはイエス様の血潮によってその鎖が断ち切られて悪魔から救われたんです。もう私たちは悪魔に支配されることはないのです。もちろん私たちがまた戻ることは、罪を犯して戻ることはありますが、もし私たちが信仰を持ち続けるならば、もう悪魔に支配されることはないのです。悪魔から自由なのです。私たちは自由なのです。悪魔から自由で救われたんです。そのことがとても大事なポイントなんです。多くの人はまだそれを知らずに悪魔の配下にいるのです。ですから私たちはまた誘惑されて、また罪に戻らないように、私たちを誘惑に合わせないようにしてくださいと祈るのはそういうことです。誘惑にあってまた罪を犯すものにならないで、私たちは、誘惑から守ってもらう必要がある、誘惑から守ってもらう必要があるということですね。それから最後にですね、最後に、国と力と栄とは限りなく何時のものではなり、国と力と栄は父なる神のものだということですが、これはですね、古い写本にはないんですね。古い写本というのは新約聖書の古い写本です。つまり古い写本にないということは付け加えられたという可能性があるんです。ですから私たちはそこのところをよく理解する必要があります。もし古い聖書にないならば、ない方がいいんではないかなと思います。ですから天におられる私たちの父よから始まって、悪魔より救ってください、これが主の祈りと言えるでしょう。私たちはこの大事な祈りをですね、いつも祈る必要があります。いつも祈る必要があります。ただ、その、定型的に祈るよりも、定型的に祈るよりも、その意味を考えて祈る方がより深く祈れるのではないかと思います。シャンさん、この世の悪魔から負けないために兄弟姉妹の祈りや信仰が絶対的に必要だと思っています。この世の悪から負けないためにも兄弟姉妹の祈りや信仰が絶対に必要だと思います。リノさん、おはようございます。そうです、私たちの信仰はですね、一人で歩むものではありません。私たちは、兄弟姉妹愛し合いなさいという命令があります。私たちは兄弟姉妹と共に歩む、兄弟姉妹と共に歩んでこそ私たちは祈られて守られて歩むことができます。今日の祈りもとても大事な祈りです。私たちはいつも霊的戦いしています。悪魔は私たちを誘惑して罪を犯さそうとしています。私たちの信仰は、悪魔に打ち勝つことです。悪魔に誘惑されないで罪を犯さないようにすること。十字架がなぜ素晴らしいですか。十字架の素晴らしさの一つはですね、イエス様も誘惑されて、悪魔に誘惑されたけど、イエス様は一つも罪を犯さなかった。十字架の上で、また十字架にかかる前にイエス様は全く罪を犯さなかった。悪魔の誘惑に打ち勝った、そこに素晴らしさがあるんです。イエス様は信仰の創始者であり完成者です。十字架というのは
十字架の完成なんです。ごめんなさい、十字架っていうのは信仰の完成なんですね。十字架の完成、つまり、十字架において、十字架においてイエス様は信仰を完成させられた。全ては、ね、終わった、全ては終わった、完了した、完了したとイエス様はおっしゃいました。それはイエス様は、十字架によって贖いを完成し、信仰を全うしました。イノさん、そうです、そうです。ですから私たちは、私たちは今度は私たちがイエス様を見習って、イエス様を見習って私たちは自分の信仰を全うしなければなりません。それは、私たちは最後の最後まで信仰を持ち続けるということです。最後の最後まで、イエス様を信じて、悪魔に打ち勝つということです。シャンさん、この世の欲を全て捨てなければ私たちはイエス様から救われない。そうですね、無欲でなければいけません。欲によって誘惑されます。欲というのは何ですか？欲というのは自我であり、欲というのは自分中心であり、欲というのは何て言ったらいいんでしょうかね、欲というのは神様に敵対するもの、御霊と肉は敵対すると書いてありますね。御霊と肉は敵対する、欲は神様に従わないと書いてありますね。肉は神様に従わない。十字架というのはまさに肉を殺しなさいという意味でもあります。イエス様が十字架にかかってます。肉が十字架にかかっています。それはイエス様にはもちろん罪がありませんが、私たちの肉は、肉は、葬らなければならない。十字架というのは肉を十字架につけなさいという意味もあるんですね。彦さん、イエス様が罪がないのになんで十字架にかけられたんですか？彦さんのためですね。彦さんを救うためにイエス様が彦さんの代わりに十字架にかかって死んでくれたんです。ゆりさん、ハレリア。ぼっちさん、夜の地震は東京で町田が一番震源地から近かったと思う。ああ、そうですか。大きい地震の前兆って言ってる人もいるから気をつけて。そうですか、町田が一番震源地に近い。シャンさん、全知全能の神様を敬いながら私たちは祈り続けます。アメン、アメン。では証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、以前は誘惑されて罪を犯していたけど、今は誘惑されても抵抗することができるようになった。今は誘惑に合わないような、ことを気をつけている。今は罪を犯すことを犯さないように気をつけている証。以前は、悪魔の奴隷だったけど、今は、悪魔から救われた証。悪魔から救われた証、スタート、スタート、スタート。悪魔から救われた証、スタート。ごまちゃん、自分の考えに頼らないことにした。アメン。自分の考えに頼らないことにした。宮桃さん、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くことが信仰です。ホフテさん、このことで完全に罪がなくなった気がした。ゆかりさん、初見です、クリスチャンです。伝道配信感謝です。ハレリア、ありがとうございます。ユノさん、悪魔から襲われないように。坂口さん、キリスト教の人は肉魚食べないのですが、虫などを
食べないのですか？私たちは魚も食べるし肉も食べます。みんな誰でも自分自身の中に悪魔を持ってますね。まあ罪を持っていますが、それが許されます。私たちは悪魔の心を捨てる必要があります。悪魔の心を捨てる必要があります。この配信で芸が治りました。よかったですね。坂田さん、連続ドラマよりこの放送を優先して見ています。アメン。ユウさん、以前は何も気にしていなかったけど、最近ますますイエス様を意識して過ごせるようになりました。罪を犯さないように、隣人を愛するように。アメン。シャンさん、今朝は、隣人と一緒に参加です。あ、そうですか。アメン。牧師さんの御言葉を聞きながら眠ってしまいましたが、これも聖霊様から祝福でしょうか。アメン。よかったですね。モーカさん、この放送で悪魔の誘惑がはっきり分かってきました。悪魔の誘惑から救われました。もっと悪魔から遠ざかり救われたいです。絶えず祈り続けます。悪魔の誘惑を教えてくださり、感謝です。アメン。そうです。多くの人は悪魔の誘惑をよく分かりません。知らず知らず誘惑されて、騙されて、罪を犯します。悪魔は本当に巧妙です。いろんな口実を通して、いろんな口実で、私たちを誘惑し、おいしいよ、儲かるよ、うまくいくよ、騙せるよとかですね、いろんな誘惑をして私たちを悪いことさせようとします。その、あ、おはようございます。私たちはその悪魔の策略を見抜いて、いろんな口実で悪いことしないように、むしろ私たちは、正しさを求める必要があります。多くの場合は誘惑というのは悪いことをしろという誘惑です。そしていろんな口実を言います。こうだから平気だよ、こうだからちょっとぐらい大丈夫だよ、見つからないよ、ね、儲かるよ、いろんな理由で誘惑してきます。しかし私たちは、正しさを求め真理を愛します。神様を喜ぶためには、この方がいいだろう、これは神様は喜ばないだろう、これは不正行為だ、これは違法である、これは相手を、ね、悲しませる、相手をがっかりさせる、そういう愛が動機で、また、正義で私たちは、小さな罪も、犯さないように気をつける。誘惑の反対は正しさを愛する、愛を求める、神様の御心を求める、それが誘惑の反対です。悪魔はその信仰の反対、不信仰で私たちを誘惑してきます。シャンさん、悪魔はあの手この手と私たちを騙そうとしますね。イエス様助けて。ボッチさん、悪いことをして悔い改めた人と悪いことをしないで悔い改めた人と同じ扱いなの。ボッチさん、悔い改めっていうのは悪いことをしたことを悔い改めるわけですね。悪いことをしたことを悔い改め、悪いことをしないことは悔い改めなくていいんですね。ヒコさん、芸は治るんですよ。たくさんの人が治ってます。芸が治っている不思議ですが、治ります。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。多くの人はサタンに騙されて、誘惑されて悪いことをしています。そして罪というのはね、
欲がはらんで罪を生み、罪が熟すと死を生むと言います。つまり、欲を追求すると罪を犯し、罪を犯し続けると死んでしまうということです。サタンは私たちを殺そうとして誘惑するんです。多くの犯罪はいろいろ死んでしまうことはありますよね。連続殺人の後、その自分で自殺して死ぬということもあるじゃないですか。罪の報酬は死なんですね。罪を犯すということは死に向かっているということです。しかし私たちの信仰は命に向かっているんです。私たちの信仰は永遠の命に向かっています。しかし誘惑というのは死に向かうことです。ヒトさん、神様を裏切ったらどんな罰がありますか？死ですね。死という罰があります。皆さん、私たちはこの、悪魔の誘惑ということを理解した上で、信仰で歩みます。霊的戦いをします。ぜひ皆さんがしっかりとこのことを理解して、悪魔に負けないでください。悪魔に負けないでください。悪魔というのは私たちを、殺そうとしている存在、神に敵対し人間を憎んでいる存在、私たちが罪を犯して悪魔が喜ぶ存在なんですね。ぜひ皆さん、セミがうるさすぎるごめんなさい。Love you, be happy, you are kind. これはまあ友達として言われたんでしょうね。友達として言われたんでしょう。あなたを愛します。幸せでいてください。あなたは親切です。はい、それでは、招きをしましょう。信仰の灯火で兄弟姉妹と共に生きていきます。アメン。お石さん、おはようございます。今日の放送を見て、私は今までちょっと迂闊でいろんな誘惑を担ってしまった、いろんな誘惑で悪いことをしてしまった、これからは、誘惑に合わないように気をつけよう、イエス様に誘惑に合わないように守ってもらいたい、そして悪魔から救ってほしい、悪魔から救ってほしい、悪魔から救ってほしい、そう思う方はアメンと言ってください。アメン。イエス様を信じて悪魔から救ってほしい。イエス様を信じてこれからは誘惑に合わないようにしてもらいたい、罪を犯したくない、罪を犯したくない、そう思う方はアメン。アメン。罪を犯したくない方、アメン。罪を犯したくない方、アメン。天のお父様、私たちは弱いものです。誘惑に弱いです。どうぞ私たちが誘惑から守ってください。誘惑に合わないように助けてください。私たちは、誘惑に弱いです。助けてください。あなたの力が必要です。あなたの助けが必要です。今アメンと言った方々が誘惑に打ち勝ち、罪を犯さないように助けてください。罪を犯さないように守ってください。そして悪魔から救ってください。多くの人は悪魔の奴隷です。悪魔の奴隷です。イエス様、彼らを救ってください。悪魔から救ってください。イエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて、信仰によって悪魔から救われますように。悪魔から救われますように。悪魔の鎖を断ち切ってください。悪魔の鎖を断ち切ってください。罪の鎖を断ち切ってください。イエス様、救ってください。救ってください。多くのリスナーを救ってください。悪魔から救ってください。日本を救ってください。人々を救ってください。イエス様、彼らを救ってください。悪魔から救ってください。
悪魔から救ってください。悪魔の束縛から救ってください。悪魔の呪いから救ってください。悪魔のとの契約を断ち切ってください。十字架の血潮によって、十字架の血潮によって悪魔との契約を断ち切ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん喜びましょう。悪魔から救われたことを喜ぶのです。感謝するのです。イエス様が救ってくれたんです。イエス様が助けてくれたんです。十字架に感謝しましょう。イエス様に感謝しましょう。そして罪を犯さないように気をつけましょう。誘惑に合わないように、祈りと信仰で歩みましょう。皆さん本当に、今日も戦いがあるかもしれません。今日も勝利してください。今日も信仰による勝利です。また夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。シャローム、シャローム。ありがとうございました。良い一日を、良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。